しねえ。そうかよ。国道2号線沿いにあるドライブイン、トラックドライバーのね皆さんとかここでよくご飯をね食べたりする。今日はねちょっとここに行って焼肉をね食べてみようかなと思います。まあ、もちろんね店内映像とか、まあ、外の外観とかをいろいろ調べながらね、今日はやっていこうかなと思います。大阪屋特製スモーちゃんこ、座敷こっちに行こうかな。あ、すいません。はい、腸ホルモンと、はい、千枚と、はい、柏、はい、あとトントロ、あとライスの大盛り。
か。大丈夫。あ、すいません、ありがとう。というわけで、ご視聴お疲れ様です、焼肉をいただきました。基本的には、まあ、ホルモンが美味しいということで、注文したわけですが、やはりホルモン、トントロ、鶏肉、なんか結構ね、柔らかいものに関しては結構ね、タレがマッチングするんですよね。またいろいろね、カルビとかいろいろありますけど、またそのタイミングでね、注文しようかなと。はい、というわけで今日はこんな感じで、簡単ではありますが、大阪屋さんに行ってまいりました。はい、それではまたね、スピチューブの方よろしくお願いします。ジャスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。